早速ですが音量に注意です。ファイルとスクエデジモンワールド実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さんお世話になってます。無事パタモンになりました。2回モノクロモンで1回目は実況中ですね、それから2回目裏でやって出てきた瞬間進化だったっていう形でした。でこれで成長期の欄がついに揃いましたね。やったぜ。じゃあちょっとオートパイロットで帰ろうかとも思ったけど、モロックロモン街に誘っちゃいますか、せっかくなんで。さあここで主人公ダルの見せどころですね。まあかなり運に左右されるゲームですけど、左右されるミニゲームですけど、まあ頑張っていきましょう。幸先スタート。肉が少なくて、これは考えどこだな。1100で売れたらいいけど、別にそのままでもいいか、雑草もんだったら。そのままでケチつけてくるかよ。よかった。まあ300でもよしとしよう。できればね、ゴブリモンかムーチョモンのところで薬が買いたいよっていう意思表示くれると助かるんだけど、そうもうまくもいかないからね。うわ、またザ・ソーモンはザ・クレーマーだからね。クライマーじゃなくてクレーマーだからさ、変えられちゃうと困るんだよね。まあ肉がない分なんとか一応780まで飽きたけど、薬かー、ごつもんで1200で売りたいけど、まあこれが限界かな。1100変えられるよりかいいからね。無理したくない、無理したくないな。よし、まあ1500が一応半分の目標。なんとか超えたんじゃない、これで。半分の目標値は一応オーバーしたね。肉が一回もなかったから助かったけど、あと薬も2回あったしね。よし、オッケー。頭悪いデジモンなんで。うん、よし、オッケー、オッケーオッケー。後半の出だしがいいと助かる。何事も出だしが肝心だからね。110か。肉を買いたいっていう客さえ来なければ。なんとかなる。
もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと欲しい、もうちょっと欲しい、もうちょっと、よし、最低390。え、よし、オッケー。バカだこいつ。まあありがとうって感じだけどさ、ご質問、よし2480。薬来たらもう勝ちゲーなんだけど。2500到達か、あと500だね。あと何人お客さん来るか。これで300だよね。あと200。あと携帯トイレ2回でいいんだけど。お、オッケーオッケー、サンキューサンキュー。あ、薬4回来たら3000は超えますわ。肉がまだ2回だしね。担げ担げ。確か3000でよかったと思うんだけど。お客さんを一回も逃がさなかったのがよかったかな。オッケーオッケー。すまない、私は君をテストした。島を救いに十分な器かどうか。確かに戦闘に強いことは重要だ。だが力に加えて知恵や勇気がないと島を救うのは難しいだろうと私は考えていたんだ。黙っていてすまなかった。で、俺たちは合格なのか。全く想像以上だ。今後は私は君たちのために全力で協力させてもらう。じゃあこの町に来てくれるんだな。ん？この店はどうするんだ。何、店などいつでも建てられる。この店は役目を終えたよ。はい、やりました。一発クリアでした。まあ実際は3回クリアですけどね。3発クリアでしたけど、まあ本気を出せばねこんなもんですよ。あっはっはっは。さあ、じゃあこっからは育成蜜0回で育てていかなければいけないんで、こまめにステータスをチェックしていかないといけない。かわいいパタモン。よし、じゃあ早速育てていこうかな。オートパイロットで。ヒットポイントを1000以上にしちゃダメだから、ただ攻撃力、素早さ、どっちかを、攻撃力上げると素早さが上がる、素早さ上げると攻撃力が、あ、ヒットポイントが変わっちゃう。攻撃も素早さも100以上にする必要はないから、じゃあひたすら賢さトレーニングやるか。で、ご機嫌を74以下キープと、バトル6回以上か。まあもどきベタならこのあれでも勝てると思うんだよね。技が持っていいのあれば、あ、ダイナマイト、ウィンドカットあるか、多分勝てるな。じゃあウォークライ、近距離、遠距離、これでいいんじゃない。多分今から戦いに行っても勝てると思うんだよね。まあ、先に100にしちゃおう。はい、こーら、賢さトレーニングだからケンタルモンのところには行かなくてもいいんだ。
けど極上肉あげなきゃいけないんだよね、その時は。でもさ、極上肉あげると重さが恐ろしいことになっちゃうから、一応 24g 以下っていう目標があるし、極上肉じゃなくてここはたまに巨大肉を合わせていけばいいか。カタモンは賢さトレーニングがどうやら苦手みたいだから効率は悪いな。はい、こら、これで一応74以下かな。今70、68、9、70くらいだと思う。微妙。とりあえず2回戦っちゃいますかね。あ、やべ、フロッピー持ってないんだった。大丈夫かな。何くらい、138か。微妙だな。ウォーターブリッド食らったら死んじゃうかもしんない。あぶねえ、ダイナマイトキックは先だ。撃て、ウォーターブリッド撃たれたらまずいっつの。怖え。オッケー。ライフ低いし防御低いし危険すぎるね。今日はやめておこう。じゃあパタモンがお休みのところで今回の実況は終えようかな。で、実況が終えたら、まあエンジェモン進化前までは、まあ裏で進めておくという形にしようかと思います。多分ひたすら賢さトレーニングをするだけなんで、それだとね、ちょっと見ていてもあれっていう感じになっちゃうんで、ではここで終えたいと思います。次皆さんとお会いするのは、次の実況動画ですが、デジモンワールドの世界はあと2日進めておくことにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。